山和守る安定は、江戸時代の武蔵国の投稿。作った刀は、切れ味がいいことから幕末に人気を博したとされる。名は、山和守る安定、武蔵国獣山和神安定、富田山和守る安定、山和守元安定。神道弁義には、槍や矢尻を作成し、室町時代末に、大見、京、紀州へと移った、紀の国指導派出身とする説が、 有力視されているが、古今丹野美行に記された、越前下坂丹野家とも伝えられていた。俗名富田宗兵衛、または、飛田宗兵衛。慶安元年頃に、江戸に出て、二代交次の門下に入ったと考えられているが、当賢春十新文社を創立した、飯田和夫はこれを年代的に一致しないものとしている。死に関しては他にも、安弘。 泉み守る金重とも考えられている。山と大城の受領名を得た後で山と守るに転任している。初代の最後の作品が漢文13年に作られている。新派名人に神田白銀長に今を持ち、一代限りの投稿であったことが記されている。また、新党一覧にも同様の記述が見られる。ただし息子の安次が一時期二代目安定を名乗り、 作品に名を入れている。日本美術刀剣保存協会及び東京国立博物館に勤めた小笠原忍は仙台出身の弟子を多くとっていることについて山の開門の影響について著書で触れている。ただし山田浅上門の懐形な賢弱ではよわざの末尾に記されている。ありがとうございます。